はい、こんばんは、こんにちは。Xbox One 版の Fallout 4。続きをね、やっていきたいと思います。はい、ちょっとね、パラディンダンスちゃん。ちょっと飽きちゃったんで、コズワース。一緒に行きたいと思います。あとですね、インスチュートにも侵入して、まあ、いろいろクエストが発生してるんですけど、今回は、ジャックポット。レールロードのパムちゃん。パムちゃんのクエストをね、中心にやっていきたいと思います。あと途中、いろいろ、防衛戦とかあったらね、それもやっていきたいなぁと思っております。とりあえず、この、一長羅の、これじゃなくてねー、ちょっとごめんね。よいしょ。じゃーん。こいつ使っていきましょう。ステルスボーイ内蔵のね、パワーアーマーになっております。間違えた。ほいじゃあまあね、早速ね、パワーアーマー装着して、ファストトラベルで飛んでいきたいと思います。まあ、いろいろ。インスティチュートに侵入したらね、いろいろ新しい新事実、いろいろ出てきて、とんでもないことになっております。で、ファストトラベルで、もうね、インスティチュートに行けるようになっております。なんだけど、今回のクエストは、ここで、いろいろ集めてくるみたいなね。前回、これ2回目のクエストですね。保存庫を見つけろみたいな。ただ見つけるだけで、目標を達成するんで、ちゃっちゃと終わればいいかなと思っておりますけどね。どうなっていくのかわからないのがフォールアウトです。いやー。楽しいね、本当に。てか前回配信の時ね、2、3分、この話してた内容がカットされててね、録画、配信中ってなってるのに、なんか収録されてなかったって感じもありまして、今話してるのもね、もしかしたら、YouTube に転送してるバージョンではね、なくなってるかもしれないですけどね。ちょっとローディングが長い。よし。方向的に、こっちね。行きましょう。あと、いろいろね。遠距離武器の効果が上がるパークとか、ちょっとずつ上げていっています。ここなのか？何？なんか怪しいな。おっと、上、入り口が上っぽいからね。こっから登っていきましょう。何何？ブラザーフットオブスティールだとかね。あと、インスタントの、ね、旧型ロボットにあってもね、攻撃されないようになってますね。右側気になるね。あれなんだろう。ああ無視していけるなら無視していきましょう。で、紙っつピストル装備して、お、伝説のレイダやめとこ。倒しても取りに行けないからね。紙質ピストルに変更して。うわっ、音でバレるって。倒してえな。一長羅のね、パワーアーマーにはね、ジェット噴射みたいなのがあって、比較的
いんですけどね。よし、じゃあ中侵入していきましょう。セーブしていきます。ピナクル高層ビル、高層ビルの中ね、確認するって感じなんでね。あと、インスティチュートに侵入したときに、バージル用の輝きの海にいたんですよね。もしインスティチュートに侵入することができたなら、結成を取ってきてほしいということでね、その結成を渡してます。渡して、もうね、行ったらもう治ってんのかな、わかんない。その、スーパーミュータントに変化するのを止める。って人間に戻す薬を渡してきたんですけどね。今はこんな感じで、ちょっとこの辺探索します。バトルが行われてますね。デリバリーに変えて、ステルスモード、わお。バツ、イエー。案外近い。あ、間違えた。ピストルトッチだな。特に机の中はないにして、この先、お、もう見つけた。パムに報告。フォーマルハットにタキシード、いいね。5ミリ弾、うお、いいね。弾いっぱい。Thanks。 リコンスコープ、まあこの辺ちょっといいお金になりそう。しましょうか。これ、ない。ヘアピンいらないな。一応も取っていくか。うん、まあいいや、行こう。ちょっと、まあついでなんでちょっくらなんか探していきますよ。なあ、オッケー、イエーイ、いい感じ。ありがとうございます。こっから上に行くのか。この辺ちょっと探索してみましょう。わかんないよ。まあせっかくなんで、こうジャンクいろいろ、ちょっとごめん、チェス、わかんないよ。そんなこと言うけど、コズワース、よし、ステルス起動。やっぱり伝説級の敵が出てきてくれるとね、いいんだけどね。開かねえや。ちょっとゴズワース、ごめんよ。よし、じゃあエレベーター行こうか。で、ここで過密ピストルに変えて、スパミューとかいたりすんのかな。来たね。いるじゃん、正面に。
発で終わったね。ボードいらねえよ。オートピストル。あー、積みの。ねえ、よしこ。結構もう先に死んでるのあるからね。これが通常のスパミュー。いいね。フュージョンする。ガンナー。よし、行こう。いいね。伝説とかいないかな。レーサーピストル。ハロー？いないね。一応こっち、まあ、開けてみましょう。お、なんかあるぞ。ダクトテープに、あの音、一応なんだ、あなたにしか言っているんですか、臆病者め。ここの先にいるか。構図はすが邪魔。やるよな、コツアス。助かる。で、デリバラに変えて。風船ガムに、目覚まし時計に、生なしか。なんかこっちから生体反応が。ここに吹っ飛んでる？なんとなくね、コンバットライフルもいいけど、アサルトライフル欲しいかなと思ってるんだけどね。行くよ、コズワス。あ、上に行くんだ。まあ、もうそろそろね、出て、パムに、レールロード本部に戻って、パムに報告しましょう。ここ来たよな？来てないっぽいな。ちょっとだけ、ちょっとだけ見る。うわ、いる。どうした、コーザース。こういうこいつらの感じでね。レーザーライフル。ちょっとコーザースと話が進むか。まあ出ましょう。じゃあとりあえずコズワースをちょっと話してみたいと思います。で、その後もしかしたらクエストになるかもしれないし、特に会話で終わるんだったらそのままパムの方にね戻って報告して、新しいクエスト発生すればそれ受けてパワーアーマーメンテナンスとジャンク預けに戻りたいなと思います。あー、ここか。勝て。勝てぞ。スーサイダーも下にいた気がするんだけどな。全然当たってねえぞ。やべ。
オーバーロード全然当たってねえじゃん。全然当たってないぞ。ちょっとやばい。位置を変えるか。過密ピストルにして。どこに行くんだよ。行けるか。やめとこ。無理だな、これは。しょうがない。ツーダちゃんで行くか。おっしゃおっしゃおっしゃ。OK。そこに無理か。あそこ落としな。OK。ちょっとドクドクしてるね。いけねえじゃねえか。一発チェック。いないか。まあ無理に倒さなくてもいいけどね。こっから登っていくのか。よいしょ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 。あぶねえ、あぶねえ。こんなもんか。ショートアサルトライフル。よし、まあいいや。このままグッドネイバー。近いな。あ、グッドネイバーじゃないわ。レールロード本部だった。まあだけど、ついでのついででね、ここの、クレオちゃんに、武器ちょっとね、拾っていらないの、撃っちゃいましょう。何かから逃げてるのか。ようこそ。よし。どうした？何？クレオ。気持ちよくなるもの。いや、クレオ。心配しないで。武器を試す相手は。彼がいい。もちろん見てみるよ。装備を整えていきなよ。そうだ。オッケー。ですね、これこれとこれ。あ、ボードさんもね。で、あとマークスマン、これこれも、レーザーピストル、これも、もう一個。まあこう、そうだね。タキシード。まあいいや。誰かに着せてあげようか。フォーマルハットもいいね。残しといて。オッケー。まあ、ここでちょっとコズアスに話しかけてみましょうか。コズアス。おい、お役に立てることはありますか？話す。コズアス、旦那様。今お話ししてもよろしいですか？もちろん。もちろん。さあ、どうぞ。なんとお優しい旦那様、感謝します。いつもあなた様とご家族を敬愛しておりました。私の視覚スイッチが初めて入った時からずっとあなた様と奥様、そして生まれたばかりのショーン坊ちゃんのお世話を任せられた私、それが私の原子コアを温めてくれるのです。あなた様がボルトに逃れた後、爆弾が落ちた時の苦悩をご想像いただけるはず。お探ししましたが、死の証拠などは見つからなかった。きっと間に合って逃げられたのだと。あなた様が帰られた時、
本当に嬉しかったのです。自分が誤作動を起こしたのではないかと思い、フルスキャンしてしまいました。しかしお知らせが奥様とショーン坊ちゃんについてです。あの中を生き抜いてこられたのは本当の意味でヒーローだと信じてください。ヒーローだと？ヒーローだって？全くそんなことない。ご自分を過小評価してはいけません、旦那様。このような荒涼とした世界でご自分が目撃したものとなしたことを比べてください。200年の間に善良な男女が別れるのを見てきました。ですが旦那様、人間が望むべき理想の姿をあなた様は残していらっしゃる。救われるよ。ありがとう、コズワス。救われるよ。お礼は必要ありません、旦那様。聞こえます？もし礼をするとしたら、あなた様がやるべきです。そう信じています。二言はありません。固く信じています。さあ、戻りましょう。おう、再婚やったロボット、センファシー、得ました。よ、知らんけどね、みたいな。じゃあこのままレールロード本部どこだっけ。レールロードあったあった、行きます。でちょっと報告ですね。パムちゃんに報告して、で、配信ではね、前回の配信の時は、コズなくて、パラディンダンスじゃやってたんですけどね、その配信より、ま、ね、もう数時間以上はね、コズワスといたんで、またね、そろそろね、パラディンダンスとね、一緒に。我々の A1 人がインスティチュート潜入に成功したわ。何でもトムにかかってたの。はい。私です。トムはこの仕事に関わってる。ただ装置の組み立てはワンダラーが手配してるわ。装置の組み立てが完了した後、彼はインスティチュートに潜入してその後出てきたわ。インスティチュートはどこにあったの？詳しくは知らないの。最も有力な推測は、奴らが出入りするのに古い CIT 化のどこかでテレポテーション装置を使用していること。居場所はどこでもありえるわ。何が分かったの？みんな聞きたいことがあるのは分かってる。でも言えることはここまでよ。ただみんなが計画して今実行している軍事作戦は、我々を守るのに一番大事だってことを分かっている。これまで我々が夢見てきたよりもっと多くの人造人間を助けるのは実現するのよ。これから会う人の中には何でもやる。まあそういう感じです。でパムちゃん、パムちゃん、ちょっと追加は FPS します。パムちゃん、貯蔵庫を確保した。パムデータを加えます。報酬を分配。おいえ、ジャックポット。で次の話もやってくるよ、パムちゃん。パム、ハロー。処理中。フィクサー、あなたの到着は聞いていない。変な挨拶。変な挨拶の音声入力中です。統計モデルの事前調査員が完了。接続を開始します。も昔もこれからも私が最も正確な予測分析マシン、パムです。はじめまして。はじめまして、パム。導入を認識されました。はじめまして、未確認な存在さん。指定された連邦の地域の全ての住民の行動を見積もってそれを提供します。未来を予想しています。素晴らしい。なんだって、すごいな。警告、生物学的生命体は間違った振る舞いをすることがあります。予測不可能。全ての大きな危険が含まれています。どのくらい不正確？どれくらい不正確なんだ？グループが小さくなって時間枠が大きくなるほど不正確になります。
すべての予測は人間の要素に影響されます。操作完了。あなたはローグ変数。現在および旧モデルはあなたの存在を予測したことがありません。質問、あなたの原点は？生まれを聞いてるのか。ボルト111から来た。アクセス。ボルト111。クライオボルトは破壊されたと予測します。新しい可能性マトリックス構築が進まないため会話を終了します。さようなら。パム、パムちゃん、パム、新しいデータセットを使って再度構成。またパムが言うって言われるまでダメです。まあね、いろいろ。ああ、デズモラーナ行きましょう。ちょうどここにいるじゃん。帰ってきましたよ。数多くのパズルのピースがぴったりと収まった。最終分析によるとインスティチュートは想像していたよりも組織のようで、集団脱出パトリオットの13人が私たちが救う最強人間になるに違いないわ。だから私たちはこのチャンスを使って全ての人造人間を救う。取り残らず。大胆な作戦だ。大胆な作戦だ。この無駄にはできない。インスティチュートは戦わずに奴隷を逃がしたりはしない。私たちの問題は人数が足りないこと。たとえエージェントを全員集めたとしてもインスティチュートが持ちこたえられない。 Z14 と話して、人造人間たちが自由を求めているなら彼らは命を懸けて戦い、それを得るしかない。それで、まあ、わかった。Z1 の記憶もわかってないです。ちょっと曖昧です。ここから先は難しい話になる。パトリオットには借りがあるけど、どれだけ本気なのかがわからない。彼には、インスティチュートと戦ってまで人造人間を解放する気はないかもしれない。うん。必要な協力を得たら、自由にさせればいい。気をつけて。私たちがついてる。なるほど。そのパトリオットも、本当にレールロードが逃がして人造人間を救ってくれてるのかっていう感じで、結構分かってなかった感じなんですよね。まあ、とりあえず、戻ります。家に戻ろう。うん、今のところでちょっとね、暴れただけで結構、経験値ゲージも溜まりましたね。で、パーク、しばらくライフル遠距離攻撃アップのやつをね、振っていきたいと思っています。その後はトレーダー系のね、やつもいいだろうし、アーマー系も気になってはいますけどね。帰ってきたぞ。ちょっとね、まあこの TPS も慣れなんだけどね、この感じもね、どうも慣れないな。でちょっとフュージョンコア抜いてクラフトで。うん、これだけ修理しとくか。OK! フィニッシュ。 Thanks! で、ちょっと一眠りして HP 回復。HP 回復しよう。よく眠れた。眠れたでしょ。いい日だね。
いい朝だ。パラディンダンス。どうした？パラディン、任務を続ける準備はできたか？ああ。準備完了だ。了解した。任務が成功するよう願っております、パラディンダンス。もちろんだ、コズワス。ありがとう。はい、これでいいですよ。じゃあ、行こうか。ですね、次は、インスティチュートに戻って、Z114 に会ってもいいんだけどね、先に、これ行きましょう。第一世代の人造人間を始末するってことでね。よし、一長羅の方行こう。こっちはステルス機能がついてないけど、飛べますよ。よし、出発。よっしゃ、よいしょっと、イエーで、一回セーブして。大したことは何？大事なファームだ。オッケー。ちょっと複雑な感じです、これも。インスティチュートに行って結構ね、仲間になった感じで、なんで、第一世代、第二世代ぐらいまで、人造人間に会ってもね、敵対はしなかったんですよ。それを裏切る形になっていく感じなのかな？まあ、ここのどこだ？モールデンセンター行ってみようか。ゴー。結構ね、いきなりいるからね。で、右下のローディングが一瞬止まって動き出した時にもうすでにマップ読み込んでるんで、バツが効くことがあるんでね。どうだ？目の前にはいないか？読み込みが多いな。うわ、いるね。おい、ミニガン持ってるじゃないか。同じ仕事を任されたの？私、上等だ。わわわ。パラディダンスやっちゃってください。それでやめると思うのかい？こっちは狙われてないな。なんだ、なんかすごそうな名前ぞ。あ、でもグローリー攻撃しなくてよかった。オッケー。グローリー、ここで何をしている？待って同じ仕事を任されたの？私たちのくだらない住み分けのせいでこういうふざけた事態が起こる。お前はグッドネイバーから、私はグリスボルドの隠れ家から仕事を受けた。ほう、安全のための代償だ。安全のために支払う代償だ。まさかそんなたわごとを信じるのか。まったく。とにかく私たち二人がここにいる。大物同士が協力して少しばかり敵を驚かせてやるのはどう？お前の戦いぶりをずっと自分の目で見たかった。任務の詳細は？作戦に関する詳細は？どこに行けばいいかもろくに聞かされていない。まあそうだよね。やろう。やろう、グローリー。先導してくれ。
相棒。バディ。バディはダンスちゃんだけどね。行こうか。あ、その前にこの下の死体が。これ気づかなかった。フュージョンする。で、一応ちょっと確認しましょう。さっきね、なんかちょっと拾ったんですよね。どこ行った？ああ。これか、文字が多くてあれなのか。よえな。よし、セーブして。ストル持って、行きましょう。記憶ないな。一回来たことあると思うんだけどね。いや、でもね、伝説級の敵を倒して、なんかその、レジェンダリーアイテムみたいなね。楽しみです。バッツバッツバッツ。グローリー。行こうか。シェクシー。何？あ、伝説なんだ。50K。ありますか？なんだよ。ほんとなんか申し訳ない感じするね。敵対してなかったもんね。ミュータントスレイヤー。メタルアーマーか。嬉しいけど嬉しくないような。よし、行こう。ラレックス。と、水切りボール、スティンパック。Hello? 死んでるじゃねえか。この奥気になるな。てか気になるのが、ナビゲーションがないんですよね。あ、ぬかコーラ、チェリーボトル、ボトルもガラスになるから持っとこう。オッケー、レッツムーブ。いるね、スライダー。わからない。追い払えないのか。イエー。あ、そっちにもいるか。バッツ。行こう。当たっ、おー、当たった。いい感じ。チェック。アドバンス。ノープノープノープ。あお。ノープ。こっちが近いってことか。じゃあこの辺。ノープ。じゃあ上か。イエー、やった。いいね。ハロー。おー、み、汚れた水か。汚れた水、汚れた水。で、これが、ウイスキー。肉詰め、肉詰め。いや、食料庫ターミナル。なんだ、何があるんだ。たくさんあるようだ。なるほど。ビールが足りない。ガス、こいつ読め。オッケー。行きましょう。敵
の生命体と交換。グローリーじゃねえよ。残念ながら苦痛を味わってもらいます。フュージョンする？オッケー。向こうでも戦ってるね。ちょっと待ってね。ちょっとこっちちょっと見てくるよ。死んでるじゃねえかレイダース。ちょっと待ってね。What the fuck? ジェット。ビール瓶。あ、荒れてるなぁ。大丈夫？バトルは。ちょっと先にこっちね。よいしょ。ヘアピン頑張って。カートン、いるね。ごめんね。何これ。ああ罠だったか。何もないようだ。おそらくセンサーの補正が必要。Hello？ 移動検知。興味深い。チェック。チェック。なかなか来ないな。ちょっと大丈夫？来てる？死んでもらいます。ノープ。イエー、やった。お、ローズドルズ。グローリーちゃん HP めちゃ減ってる。もやら。お？ちょっと待ってな。ロボが死んでるじゃねえか。あ、どっちだったよ、気に。ちょっとね、見ていくよ。オッケー。トイレ一応中確認してないね。逃げましたか。オッケー、キャップ。わ、なに、なに。あ、残りが少なくなってきたからこうなったんだ。まだそこにいるのは分かっています。はいはいはい、カモン、おいで。わお。45号径。ガンガン行きましょう。ノープ。お、いいね。ノープ。もうちょい右側か。この辺り。
No. No. 惜しい。どうだ。よっしゃ。タレットがあるよん。まあ、ちょっとこっちにまだいたからちょっと倒そうよ。上にもつながるってこの階じゃないってこと？他のやつらはいるな。誰かいますか？いますよ。何？インスティチュートの高価な所有物に損害を与えている。ダメだな。見当たらないぞ。じゃあもう先に行っちゃいましょう。うお、めっちゃすげえ。このエレベーターも気になるけど、まあちょっと上行ってみましょうか。呼び出しボタン。どうなってる？アメリカとかそうだよね、こうだよね。こっちに入って逆に開くみたいなね。スライダー。イエーイ。うん、あともう一体横にいるね。ごめんな。はあ、おっと、フュージョンコア。Thanks. Cheers, mate. 一応この辺なんか物色して銃か。タレットオンナイトして弾薬でオイルキャニスター。向こうにもオイルキャニスターあるね。チェリー。あれ、コズはすついてきてないんだけど。荷物持ってよん。うわ、リーダーが殺されてる。よいしょ。死にまくってんな。荷物が重い。ちょ、一回ここでセーブします。いるね、3体いるね。No. え。てか、あの、ローディングミスで。なんか、仲間の方が先に、わい、あれ？あ、レイヤーとやってたんだ。そうなんだ。ヘルタースケイつけるか。オッケー、撃ちすぎた。何？まだいたか。オッケー、Thanks。一応これで全部の
旧型のインスティチュートのやつを殺したってことで、あとはレイダーが残ってる感じなのかな。うわっ、いるねこいつ。 Thanks オイルキャネスター、なんだ肥料の袋。50ミリキャップ、お、いいね。武器作業台にパラディンダンスはどこ行った。特になんもなしか。わお、あっち側もなんかあるな。もうそろそろパラディンダンスが現れてくれることを願って拾いますよ。ここの奥になんかあるとか、トイレか。いやでも気になるな、パラディンダンスとついてきてないもんね。オッケー、まあじゃあそっから出ましょうか。もうあと報告だけなんで、出たら出たでパラディンダンスちゃんついてきてくれるのかな。まあ結局このダンジョンっていうかね、ここのマップで伝説級の敵は1体だけでしたね。一応しゃがんどっか。まあフュージョンコアも1個入手しましたし、結果まあ全てがプラスになってますね。お、スティンパック、スティンパック1個だけかい。5ミリ弾、オッケー、サンクス。で、またエレベーターですよ。で、このエレベーターでパラディンダンスちゃん来てくれるかな。カモン、ワープしてきて。さっきの仲間にやっぱ探した方がいいのかな。コーラー、お、入ってるじゃねえか。あーでここにつながると。最初のとこですね。ジェニー出てきてないんだけど。よいしょ、まあ拾い忘れてたね。声が聞こえたけど、まあいっか、出ます。で話がなんかつながるのかな、あんのかな、なんか。どこに行くんだ。パラディンダンスやってきてくれたか。ちょっと持って、全然来てくれなかったもんね。いやー軽くなった、軽くなった。オッケー、あとねー、まあいっか、他は持っとくよ。彼女は彼女でレールロードに向かってんのかな。 HP は大丈夫。ああ大丈夫だね。ちょっと待った、
ほう。もしかしてどっかの基地があるかもしれないんで、ちょっとついていってみます。懐かしいな、フォールアウト3ではお父さんと一緒にマラソンしましたよね。再会の場所からリベットシティってとこまで結構な距離をマラソンしたんですけど、別にファストトラベルでも OK だったんだけどね。まあその帰る途中でいろいろとね、新しいロケーションを発見したりといろいろ成果ありだったんで、この場合も何かねロケーションを発見できたらいいなとは思ってますけどね。一体どこに向かってんの？グリーントップ。綺麗だね。乾いた感じがたまりません。戦いの時間だ。何？どういうこった？ちょっと一回セーブするぜ。なんかいるのか？あ、ワンちゃんか。上等だ。君のやり方なんだな。ミニガンぶっ放す。どこ？どっかにいるのか？で、こう言ってる間に消えるとかなしだよ。さっきもさっきで先導してくれとか言ってたもんね。グロリーちゃん。うわっ、これめっちゃレアなんじゃない？いて、なんだよ、レア的ではない。何してんの？行こうよ。グロリー、戦いの時間だ。ダメだこの女。あ、いたのね。経験値うまいからいいけどさ。多すぎだな。この敵初めて見たよ。久々出てきました。素材は素材で大したもん出てこねえのか。グローリー、戦いの時間だ。まだいるのか？どこに向かってんのか想像もできないんだけどさ。え、もしかして普通、あ、これ普通にレールロードに歩いていくだけかな。じゃあ一応あそこのトラックっていうかバスのとこまで行ってみましょうか。いいよ、伝説級のやつも現れても。なんだ、まあ、ちょっと探してみましょうか。 28.22。 え？まあいいや、ちょっと救難信号探してきます。 16.8。
離れてるぞ。パルティンダンス頑張ってるな。いや、どう ?39.44 39.94 あっちか。お、強いな。 55.62 あそこっぽいな。ここっぽいですよ。うん、これ前やったな、このクエスト。もし、これ前やりましたわ。はい、じゃあそんなんで、分かったんで、行きましょう。レールロードまでね。とりあえず報告したいと思います。到着。レズが緊急の用事がある。何？用事？緊急事態よ。グローリーがデイトンの隠れ家の近くでコーサーを発見した。通常私たちはコーサーを確認したら身を隠す。深く長く隠れる。安全だということが分かるまで。でもインスティチュートへの侵入を放棄することはできない。だから残る。助けたい。手を貸そうか。お願い。タイコンデロガの隠れ家との連絡が途絶えたので見てきてほしい。ただの偵察で済むことを願うわ。そこでコーサーを見つけたら殺して。生存者がいないならあなたが潜入していることはバレないわ。なんか選択肢が怖いな。これは罠だ。まあバレるかもって言ってみよう。潜入がバレる危険を犯す価値があるのか。グローリーはデイトンを避難させる必要がある。他に頼れるのはあなたしかいない。ここであなたを使わなければすぐにレールロードは跡形もなく消える。出発する。出発する。幸運を。グローリー、メンバーを選んで。よし。必要なものは。大根店デンデロが。まだ解禁されていないけど、必要なものを持って行って聞いてちょうだい。またね。インスティチュートに潜入するってインスティチュートに着きながらレールロードに情報を流すって感じのクエストなんですよね。オッケー。で、さっきのクエストの報告。安全は確保した。 H2 を移動できる。分かってる。モールデンでのことはすでにグローリーから何度も聞いたわ。作戦上の安全を確保できるなら偶発的な連絡の行き違いでもいいわ。それから H222 は安全に脱出したとアマリから報告が。おお、うまくいった。全てうまくいった。とりあえず危機的状況は乗り切ったわ。お礼にこれを。なんかもらったよ。レールロードステルスボーイに。なんです。こっちか。え？どこ？あ、ここか。ここのどっかにあるのか。フュージョンコア。ねえじゃん。まあ、いいや。おい、じゃあ、まあ、とりあえず、あ、いろいろあるね。なんか、フォローアウトニューベガスでは、途中でもう、無理ならもう、ク
クエストが失敗したってなっちゃうんで、ちょっと怖いんですけどね、話を進めるのが。でもそんなこと言ってたらいつまでたっても終わらないんで、まあ初見プレイってことで、とりあえずねガンガン行きましょう。ガンガンとか言っときながらもうレベル52まで上がってますけどねみたいな。じゃあとりあえずパワーアーマー一回脱いでメンテナンスして、パラディンダンス社に預けた荷物受け取って、ジャンクを受け取って入れましょう箱に。よし、パラディンダンス。大丈夫か？何か必要か？利口な兵士はいつも準備万端だ。イエーイ。で、ジャンクから全部出します。案外取ったね。で、パーク3つ使ってステータスアップやっただけありますよ。通常だと310までしか持てなかったのが360までね、拡張されてるんで、結構助かりますね。OK。あんまのんびりしてるとね、来ちゃうからね、さっさと行きましょう。OK。ジャンク。全部入れて、OK。で、あと NPC が見当たらなかったから。いや、調子はどうだ？いい感じだよ。爪が綺麗だったのはいつか思い出せない。ちょっとどいてくれないか。あ、もう時間的に無理か。よし、じゃあちょっとパワーアーマー抜きましょう。よいしょ。で、フュージョンコア抜いて、ちゃちゃちゃとメンテナンスして、特にないね、オッケー。いい感じ。一眠りしましょう。ちょっとどって。おう。で、朝5時50分か。1時間寝て。いい感じじゃん。セーブして。じゃあこのまま行きましょうか。行きましょうじゃなくて、目的地を確認しましょうか。大根テロンガ、知らんけど。大根デロガ。大根デロガ。荷物が重すぎてファストトラベルできません。大根ロンガってどこだ？ほう。モンシニョール。あ、ファストトラベルできますね。ベルチバーとか。インベントリーで、ジャンクを預けたから、この辺か。俺は関係ない。なんだ？もう1時間寝よう。もう1時間寝て、ちょっと、ショップが、何時から開くか分かんないけど。6時20何分。で、7時で。あー、なんか出てるよ。もう1時間。どうだ？何が起こってんだ？助けて！助けて！酒が飲みたそうとしてるよね。何？持ってるものを見せてほしい。怖いね。それは何より。ちょっとね、急いで行くとこがあるんです。これもいらない。これもいらない。フラグジュライいらない。
ショットガン。特に売るものはないな。あと、この辺。あ、これもいいか。フォーマルハット、ローズドレス。これも、OK。なんか誰か喧嘩してるね、この中で。今回ちょっとパワーアーマー変えていきます。ボルテックカラーにしよう。よし、これでいきます。とりあえず、クエストの前に、助けに行きましょう。マップ。ここだっけ。もうここもね、ちょっとね、敵が強くなってる感じなんですよね。まあ自分のレベルも上がってるからね。あそこでは無敵になったけど。ガンナーか。噛みつピストルじゃなくてこっち行こう。デリバリー。ゴー。オッケー。伝説のガンダー来た。これOK。 なんか落とすかな。楽しみです。あー、アーマーか。武器が欲しいんだよな。入植者。どこどこどこ。すごい数だぞ。おいおいおい。オッケー。多いな。入植者。わわわわわわ。タレット壊れそうだ。向こう。そんなとこに。左にもいるな。終わった。いやー、ちょっとこれ直そう。寝床が足りねえ。よし。なんかいいもの持ってない？うん。で、案外ほったらかしにしてると、この入植者が拾ってくんだよね。だから、ある程度残しててもいいんだよ。オッケー。ふーん。あなたは何かしてる？何もしてねえか。ちょっとショップこの辺に置いてあげようか。ショップ、トレーダー、中に置きたいな。まあ、トレーダー適当に。で、あなた、ここに行って。で、あとは服屋。もうほんと適当だけどね。
ちょっと他にやることがあるんで、ベルシュバートこっちに向かってんぞ。向こうに行ってんのか。 OK、 君も暇してるね。じゃあ診療所、これが無理なのかな。ちょっと無理だね。診療所もちょっといつか作りたいよね。この向きでやるか。お願いします。この店武器もここにあって、あなた、ここに配置して、あと適当に寝床作ってあげようか。この中適当に配置されてるぞ。あんたも暇してるんだね。これもちょっと分解して、分解分解。あ、立てれるのね。知らなかった。ベッドを、もう、置くタイプでいいよ。まあ、これでこと足りるんだけど。まあ、せっかくなんで。この辺もちょっと、処分して、処分して。よし、これでいいか。これでしばらくいいだろう。よし、じゃあ、再び。まあいいや、そのまま行こう。大根デロが。大根デロが。マップ。大根デロが。ファーストトラベルで行けるから、このまま行きましょう。一回行ってるんだよね。そう、ローカルイリアのね、パークも随分前に撮ってたんだけどね。本当に5日前ぐらいです。拠点を、供給ラインをつなげるっていうことを知ったのはね。で、今のクエストはちょっとね、もしかしたら、まあ、コーサーとの戦いなんですけど、そのコーサーがインスティチュート側から、スパイを探り出すみたいな形で、来てる可能性が大なんでね。ちょっと緊張しますね。行きましょう。パルティンダンス。ん？今ちょっとスティンパックのあれ見えたね。過密ピストルで。こっちが開くのか？なことないよな。侵入者を確認しました。ここは立ち入り禁止区域です。あなたの出現は任務説明にはありませんでした。この不法行為を報告します。不法行為、バレバレですか。 SRB の要請で助けが必要かどうか確認しに来た。任務は計画通りに進行中です。レールロードに対する待ち伏せの準備中です。彼らが所有する人造人間を構成する準備が完了しました。おう、
階段を使って去ってください。エレベーターは第2班によって使用できなくなっています。怖っ。階段を使って去ってください。エレベーターは第2班によって使用できなくなっています。怖っ。やっぱ罠でどうしよう、これ殺した方がいいんだよねきっとね。確認。やるか。どこ行った、あの黄砂のあいつは。あ、右下いたね。オッケー。もう死んだよね。オッケー。一応全員殺していくか。やっちゃったよ。ロックオン中。攻撃を受けています。ダメージを計算中。ゴー。他には？もう一体いるな。さらば。Yeah. Okay.まあとりあえず行きますか。存在を抹消しなければ。行けねえじゃねえか。ケイ。あ、落ちた。どこに行った？あ、されて、されたらね。
オッケー。あ、ここで出れるって感じか。ゴー。一応この中身。ギア。お、チェリー。もう。で、クエストってかどういう感じに話が。ターミナルがどこかにある。OK、オープン。お？何？どっかエキスパート。宝でもあんのか。どうよ。Nope。オペレーションゼロ。フェアフリー。ダメだな。さすがエキスパート。OK。どうだ？ん？どこのロックか分かんないんだけど。あ、なんだやらしいな。OK。ちょっとごめん、なんかとんでもない罠でした。内通がバレた感じではあるのかな。とりあえずレールロード本部に戻るかな。怖いな。ちょっと待って、敵が近くにいる。コーサーを全員倒すか。敵のセンサー読み取りを検知。いるね。何もないようだ。おそらくセンサーの補正が必要だ。あそこにいる。おら、ちょっとこっち行くぜ。ふぃー、怖かった。2体で済んだか。よし、じゃあこのままちょっと飛びましょう。もうスパイ活動できんかもしれぬみたいな。結構インスティチュートの中で仲良くできる人々が何人かいたんで、そっちのクエストも進めていきたいんだけどな。トムが君を呼んでいるよ。OK。やってきたぜ。タイコンデロガンはコーサーに襲われた。生存者はいない。全員死んだの？くそ、そんな知らせは聞きたくなかった。急がないとまずい。インスティチュートに皆殺しにされる前に人造人間を解放できる？うん、必ず勝てる。生き延びたんだ。最後
まだ希望はある。タイコンがやられ人手が足りない。優先任務以外に時間を割くことができるならあなたの力を借りたい者は他にいるはず。はい、で、終わりました。強えな、メタルアーマー強えな。まあこのファーザーと話すと、パスワードをリアム・ビネーに渡す、重要そうですよ。デスデモーナ、ハイライズはいいやつよ。いいやつばかり。本当にフリーダムトレイルを歩いたの？一人で。あ、帰ってきてるじゃん。時々物語が正しくなる。モールデンで頑張ってくれた。むにゃー。デズから待機センサーを設置する許可をもらった。ようやくインスティチュートが連邦をテラフォーミングしていることを証明できる。見たか、キャリントン。なぜテラフォーミング？インスティチュートが連邦をテラフォームする理由は？話は対戦に遡る。最初の爆弾を爆発させたのは誰だと思う？インスティチュートだ。奴らは極悪非道な科学者たちを除く全員を殺すために戦争を始めた。詳細を知りたい。それで俺がミラと呼んでいるこのセンサーは高い場所に設置する必要がある。出ずにフリーダムトレイルを見張るためのカメラと他のローテクな監視装置をつけさせられた。君の判断で捨ててもらって構わない。誰かさんにカメラをいたずらされるかもしれないからな。カメラ？トレイルを見張るカメラが必要なのか？俺が設計したカメラでトレイルマーカーと名付けた。これがあれば、うん、俺たちを探そうとする者がいても遠くから発見できる。あ、まあね。カメラは多少の保険になる。だがインスティチュートが企む真の計画を暴くことの方がもっと重要だ。完璧な場所を見つけてある。ミラを設置して貴重なデータを収集させてくれ。なるほど。ああ、このあの360っていうクエストとあのパムちゃんのクエストが交互にある感じなんですね。ですね、マップデータミラを取り付けるね。はあ、位置的に鬱陶しい場所だな。まあとりあえずパワーアーマーの変更ですね。で、そろそろなんか呼ばれそうな感じですね。どこどこ襲撃されてるんで、そこに救援に向かってくれみたいなね。まあいいや。まあ。コーサの制服、誰かに着せてあげよう。一着は自分用に入れてたと思うけどね。到着。誰かいないのか？みんな固まってるね。あ、そうだ。パイパー。パイパー。一緒に行く？ノー。取引しよう。これが手に。ちょっとまあ服をね、コーサ着用できますか？あ、着れるね。着れる代わりにこれが脱げちゃうと。わお。
誰かいないか。ハンコックにも交差は規制出るしな。いないな。殺される危険はいつもある。でも連邦は決して動じないんだ。お、ケイト、なあ、ちょっといいか。出発する準備はいいか。いっと思ったら戦闘かい。また襲撃か。ちょっと待って、奥にスーサイダーいるぞ。いきなり殺されてんじゃん。だそのスーあドッグミトドッグミトよくぞ頑張った。だけどさ、あのスーサイダーって普通に倒すとミニニューク入手できるから、ちょっと残しといてほしかったな。まあ入植者はいいとして、どこ行った。ケイトいた。すみません、出発する準備はいいか。まだ持ち物を取引したい。私は銀行かよ。やれやれ一言多いよ。今回はちょっとね、ローズドレスどうよ。あらー、ダメだな、ちょっと似合わないな。やっぱりね、コーサーばっか着せててもな。脱げちゃう。ねえ、こんなんでいいよ。これは売るとして、どうよ。ちょっとダメだな。まあいいや、しばらくそれで。とりあえずパワーアーマー預けましょう。よいしょ。うん、ちょっとね、フュージョンコア抜いて、クラフトで、これ何気にあんま強化はしてないんだよね。一番最初によく着てたパワーアーマーだから、結構ね、初期設定のまんまですね。預けるタキシード、フォーマルハット、目立たないセーター、これなんだろうね。これ毎回もらえるんだけどね、パムちゃんのクエストで。あと、デリバラー、プロタイプ。いいね、オッケー。パラディンダンスとこ行った、パラディンダンス。一眠りして。で、パラディンダンス。おいた。大丈夫か。どこにいてほしい。もうちょ待ってよ、パラディンダンス。おい、指示を待つ。何か取引を交換するか。はい、こんな感じで。じゃあ、行きましょうか。マップで。多分ね、変な敵はいないと思うからね。ここじゃねえ。ここじゃねえぞ。ちょっとまずったかもしれん。これは結構、スーパーミュータントがいるんですよね。で、今装備してるのは、パワーアーマーを着る
ってことで装備してる防御力がほぼない装備なんで、やられたら即死ですよ。そらないとしても。なんかかっこいい装備も欲しいな。さて、そろそろローディングが終わって、いなければいいけどな。ファーストトラベルする場所間違えたよ。いけるね、いける。近いんだけどな。パワーアーマー着てくれば楽だったな。まあいい、グッドネイバーから歩いていこう。ちょっといい冒険になるよ。まあこれもいい感じで時間調整じゃないけどね、ショップが空いてる時間に重なって、さっき入手したいらない防具をちょっと売ります。まあでもグッドネイバーずっと空いてんのか。くれよ。くれると嬉しいな。武器の在庫。ごめんね。品物を見せてほしい。退屈しないよ。うん、いつもながら売り線でみたいな。たった20か。うん。OK。Thanks。See ya。よし、じゃあ行こう。久々ね。グッドネイバーからのウォーキング。レールロードのクエスト以来かな。レールロードじゃなくて、フリーなんちゃらっていうね。わあ、すごい。これが新サーマー？ダサかっこいいね。で、グッドネイバー出たとこに野生の動物がちょっと2体ぐらいいて、あとスパミューがちょっといてって感じだったけどな。この明るい時間のグッドネイバー周辺は本当に久しぶり。まあセーブします。87。結構ね、地下遠いね。直線ではないから結局遠回りとかね、していかなきゃいけないんで、結局時間かかっちゃいそうだけどね。わわわわ。バレてるって感じ？インスティチュートの伝令によりって。HP 減ってるぞ。Oh my gosh。 わお、どこに投げてんだよ。 Hello？ スカーミッシャー微妙だな。何体いるんだよ。めっちゃいるぞ。スパミュー微妙だぞ。いけるか。ダメだな。リロード。終わって、キー。全然当たってねえよ。
ダメだ。お、ありやーす。助かった。何か役立つものはあったか。ちょっと見てくる。よしこ。ベテラン無視。ベルチバードがなんか戦ってるぞ。何と戦ってる？え？あ、グールか。おい。一匹だけじゃないよね。いないね、オッケー。またスワンってリポップしてんのかな。ほら何回もわかんよね。死体があるぞ。何？まあいいや、行こう。一回セーブしよう。結局100m 圏内んだけど、圏内だけど結構時間かかるっていうね。戦ってますね。あれがレイダーのなんかあれだよね、砦っぽいよね。曲がったらいるんしょ。一回セーブ。ハロー、いるぜ、なんかいるぜ。やっとくか。バレた？うん。OK。寄るな。で、ちょっと待って、ちょっと防御力ちょっと見よう。いつもパワーアーマーダイルだったからさ。5回。5だけかい。なんか動いてんぞ。上？わかんないな、上じゃないか。ちょっと待って。ミリタリーダクトテープ、テープいただく。オッケー、ムーブ。どうした？なんで襲ってこなかった？犬、ゴー。もう一発。オッケー。離れてる。離れて、やっぱこの上。
やっぱそうだな、登っていかなきゃいけないんだ。バスケットボールいらない。まあなんかちょっと上登ってってみましょう。誰かいる。うえー、バレたー。ああ、次からつかなくてもよかったな。ごめんな。ハンティングライフルいらない。どうなってる？近づいてる感ないもんな。やっぱりさっきの建物ちょっと入っていくか。やっぱパワーアーマー着てきた方が良さげっぽいけど。うん、ここだよね。行こう。外壁のどっかに貼るのかな。あれ？出るってなってるよ。どう？音がなくなったよ。どうなの？どうなってる？ほう。わかんない。まあ行って。ペラルグールローマ。あれ、グールどこ行った？結局こっちしかないよな。お、なんかこの、ぽくない？あ、こっからか、もしかして。びっくりした。近くなったけどみたいな。行けねえぞ。お、こっち行けるか。セーブ。あ、こう行けるのね。ここ登れるかな。ここはさすがに無理か。やっぱやっちゃった。
昔パワーマで来た時もめっちゃここガンガン落ちてました。おっとびっくりした。次落ちたら死ぬからな。イエー、おっとっとっと、危ねえ危ねえ。ちょっとダンス先行かせて。うん、ここ入るか。で、右側から出るとプール地帯に出れる感じだったんですよね。あれ？あれ？なんだ今の。なんだ今の経験値。ちょっと離れていってるぞ。分かりにくいなここは。で、結局こっから出ろってどういうことよ。ややこしいなぁ。な、結局さっきの、ハイウェイの上んとこにファストトラベルで飛んだとこからも近いんですよね、結局この場所が。となると取ってきましょう。ジェット付きのやつ取ってきてパッパッパッと行きましょう。到着。一応軽く寝て一眠りして、ケイ起きて、ブルー。さあ出発の時間だよ。雷鳴ってるし、いい、よし起動。さて出発。ジェット付きだからね、いい感じよ。データマップ、さっきのとこの、こっから行こう。もうパワーマー来てきたからね、飛び降りも全然ノーダメだからね。さて、インスチュートの関係もちょっと気になるよね。もしかしたらそのファストトラベルがもう禁止されてるかもしれない。だからちょっとワープはしないけど確認をちょっとしてみたいと思います。
もうこれで無理だったら、その救出劇の話が終わっちゃうからね。ダンス喜ばした。どうしたのダンス。ここですね。あ、いけますね。まだいけますね。オッケーオッケー。よし、じゃあ行きましょう。今ちょっと聞こえたね。タレットの音が聞こえたよ。あ、ここから入るのが正解なんだ。さっきあっちの方だったからね。よし、行きましょう。はい。確かなんかあっさり終わった記憶あるけどな。おっと、びっくりした。スレッジハンマーいらねえよ。おっと、もうびっくりさせないでおくれ。もうこ正面しか見てないから。オッケー、パラディダンス行くよ。ライトつけて。上に上がってる？長いな。そりゃ最上階とかに行くとやっぱりさ、パワーアーマーないと即死になっちゃうからね。落ちると長いな。どんだけ登るんだ。で、後ろが開く。え、ちょっと固まってんだけど。怖い、ちょっとセーブしよう。この固まりだしたらね、フリーズとかなっちゃうんだよね。ネスト。割った、やばいやばいやばい。あれあり、あれありあり。77、うますぎだろ。リコンスコープ、これ高く売れそうだ。エンハンスフォーカスブースト、なんとか、なんやらすげえぞ。え、何がいんの。うわ、めっちゃ高いんだけど。で、これで何でもやらともに報告すればいいんだけど、このコーションってどこ近くにいるってことだよね。ちょっと待って、あそこプールだろ。風がすごいんだけど。あれ、なんか向こうの建物動いてるな、中で人が。気のせいか、風で。すごいな、ここがボストンで一番高いとこか。と思ったら、正面のあのビルも高いよね。へぇー。は、いいとして。すごいな。ちょっと待って、ギリギリまで行かしてほしいんだけど。ほう、届くかな、あそこまで。やっ、オッケー。
足りねえ。ゴー。無駄に強いの使ってももったいないからね。敵が多いな。OK。黒焦げよ。てか、なんでこんないっぱい敵いんの？どこにいんだよ。あ、こっから繋がってんのね。まあ、せっかくなんで、やっていきましょうか。多すぎだろお前ら。バイバーイ。もうザックザクですわ。ちょっとダンスちゃんといてほしいな。スタンバといらないな。 Excuse me。特に、あ、スインパック、なんか箱とかあった？生前のお金、最後、特には何もないな。わかりませんよ。ないっすね。ん？ないか。下もいないよね。オッケー、じゃあもう飛びます。グッドネイバーじゃなくてレールロード。お、ちょうどレベルも上がりそうですね。53。わわわ。戻ってきましたよ。あ、またパブちゃんが用事あんの？ Hello？ ミラから大量の情報が送られてくる。一見したところ、大気は正常なようだが。もっと詳しくデータを調べてみる。こいつを設置する別の場所はすでに見つけてある。時間ができたら頼む。ガンガン行ってこいってやつだね。フォーリーフプラント。まあで、ちょ、パムちゃんのとこに行きましょうか。パムちゃん来ましたよ。ローグ変数の存在を確認、データを分配、コーサーの活動に関する第三者の報告が3件あります。対象の行動パターン、場所、考えられる移動経路に基づいた分析が完了。結論、インスティチュートは活発にレールロードの所有品を探しています。一時的な解決策、可能な時にコーサーの脅威を取り払う。取り払うか。潜入がバレる危険は？コーサーを殺したら潜入がバレるんじゃないか。2つの事実に基づいた結論です。事実1、ローグ変数が目撃者を残さなければ潜入任務が暴かれる可能性は 1.3%。 レールロードの指導者は現存するレールロードの施設を守るためであれば許容範囲のリスクだと判断しています。事実に、凄腕と承認されたエージェントだけがコーサーの脅威を取り払うことができます。なるほど。このユニットの論理回路は正常に機能しています。
攻撃目標となるコーサーアルファは古い世代の人造人間と共に防衛されたエリアにいます。生存者を残さずにコーサーを排除してください。なるほど、終了します。アトミックス工場、コーサーを倒す、始まりましたよ。で、そんな感じで次は、ああここね、ミラーを取り付けて、でセントラル、あ、ゼネラルアトミック工場はどこでしょうか。こ隣合わせっていうね、またね。HP 結構まだ余裕あるか。どっちか一つやってお風呂行こうと思います。とりあえず、パワーアーマー交換してきます。体が隠れる。ステルスボーイ機能がついたパワーアーマーを着ていこうかなと。だけどこのままの状態だと結構ね、ジェットがあるんで、結構高いところの段差も飛び越えていけるんですよね。戻ってきました。まあ、ちょっとある手荷物を、ちょっとね、入れましょうか。うん、OK。あんま拾うもんなかったね。よし、脱ぎます。よっしゃ。フュージョンコア出して、クラフトして、ああ、まだいいね。OK。全然 OK。とりあえずちょっと一眠りしましょう。まあ、夜のうちに行こうか。一回セーブして、このパワーアーマーを使っていきます。よし。ステルス機能のチタンコーティング。負担を軽くするためにできることがあったら、チェックするメッセージがあるなら。OK、出発。じゃあ、コーサーを倒しに行くってのをやってきます。とりあえず、それ終わったらお風呂に行きたいと思います。ゼネラル。アトミック工場。うわ、まだ発見してないから、フォーリーフ。ここから歩いていくか。だけど結構ね、あの辺周辺ね、敵がいた気がするんだよね。行こう。で、ローディングが終わりそうな時に敵が向こうに存在してれば反応するんですよ、バッツが。遅ないですね。あ、あるね。バレてない？うわ、なんかいっぱいあるぞ。スパミューか。うわ、来た。フェラルグールもいるし。おっと、この音は。
ちょっとスーサイダーの方に集中したいんだけどさ。フェラルグールじゃねえんだよな。え？向こうで勝手にやってるって感じなのかな？わわわわで、ブラザーフットオブスティールとスパミューとグールの戦いってバレてるな。ケイ発光ミュータントハウス、おっとなんか良さげだぞ。うわっと変化した。あり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 、新さんはいらねえな。バッと行こう。あれいよるだ。おっとレベル上がったよ。ブラッドバグミュータント、ブッチャーか。ブッチャー勘弁してくれ。全然ダメ。無尽蔵の他はいいかな。ブールちゃん、まあせっかくなんでちょっと物色していきます。38セメントか、重いんだよな。まあせっかくなんで上行きましょう。まあフォーリーフプラントは全然ファーストトラベルで来れるからいいんだけど、何これ、色変わってんだけど。ノップ、一発かい。いいね、もうちょい。ノップ、もうちょい。イエー、素晴らしい素晴らしい。プラズマ地雷ありがとうございます。結構いいねで売れるよ。ちょっと待って、いいんだよね、合ってます。ちょっと一回セーブしましょう。ガウス、フェラルグール、ええー、いいよ、おいで。到着するまでもなく、あれですね、なんかちょっと今変な音聞こえたぞ。スーサイダーの音じゃない、さっきの。案外こういうとこにないよな。すごいな、ブラザーフットオブスティール頑張ってんな。ここですね、ここですよ。過密ピストル装備してリロード、よし行こうか。皆殺しで一人でも残すと、一体でも残すとインスティチュートに報告されちゃうんで、いかんと。特にバッツ反応はないな。
ローディングが止まったぞ。来た来た来た。もうタレットが動いてんだけどさ。メモ。なるほど。この辺は特に覚えることもないよな。オッケー。何でも反応してんだ。ブラザーフットオブスティールが戦ってくれてんのかな。ミスターヘンリー、マシンガンタレット。めんどくさいことに本当にやらせ。忌まわしい害虫、忌まわしい害虫。なんだなんだ。コズワースと同じ声だよ。ジョブス。やった。なんかでかいの出てくるなよ。ケイ。特になんもなし。こっちのちょっとコズワースもどきを倒そうか。イエー。開いてる？どこだ、どこで開けるんだこれは。ちょうど真上にタレットあるんだよな。おっとコーラ入ってる。 Thanks Cheers mate。 気になるなここな。でもこれ全部壊れてるしな。ここじゃないんだよね。特になんもなさそうだけどな。別とか別のとこから開けるのか。で？よし、まあ先行きましょう。セーブ。生体反応なし。おお、おお、なんでゴン箱に？と思ったらあそこにいるね。あれがコーサーだよね。ミスターヘンリー。気づきました？あそこの上か。この辺特に、まあの奥っぽいな。ちょっとこっち探索しましょう。ああなるほど。あっちはスキルが育ててない人、パーク取ってない人が向こうから行くって感じなのかな。わお。ステルス役に立ってますよ。ノッ。よいしょ。ダメか。ノー。ああもう簡単なのに。おう、あーちょっとま、ちょっと戻そう。この辺か。
やった。やった。びっくりしたな、近すぎるよ。わお、コウさんの時出てきてほしいんだけどさ。歩いてますね、コウさん。この適度な緊張感がいいよね。よっしゃ。おお、船長の帽子。キャップ。わお。やった。なあ、もうちょい、もうちょい、もうちょい。ここらはやった。おお、いっぱい入ってる。フュージョンセル、ミサイル、いいね。電パック、よし、セーブ。うん、あの先か。パラディンダンス行っちゃった。あっちだ。グッジョブ。いますね、コウさん。行くぞ。開けます。ガッツィ大佐。ワープしてきたぞ。敵は突っ込んに。怖いな。分かってるって、ちょっと待ってくれ。コウさー、何持ってる？緊張する。お、あー、特にすごいのはないな。サプレッサー、いいね。サイレンサーか。まあいろいろちょっと物色して、あと一個下の階になんかあったよね。あれもちょっと見ていきたいと思います。セーブして、ここね。
あ、手荷物いっぱいってことか。ダンス。おい、ちょっと手荷物をお願い。案外ジャンクいっぱい取っちゃった。400すごい、いっぱい持ったな。鉄11、あと6。コーサーの3だもんな。3は大したことないもんな。船長の帽子、シャドウ、あーん、この辺も余計だね。強いな、これも。過密ピストルと匹敵するぞ。スナイパーにプラズマフラグ、オッケー。品質管理部ターミナル、特にロックかかってるわけじゃないんだね。恐ろしい場所だな。まあいい、行こう、探索行こう。あー、防衛が始まったぞ。ターミナルがこれを開ける。これじゃなさそうだな。こう来たんだよな。不思議なとこでした。サウスボストン到着。まあこのままちょっと防衛に行きたいと思います。防衛に行って、ロケットストップに行って、パムのとこ行こう。で、ひとまず終了みたいな感じでね。よし。もう、防衛してくださいって警告があった時に飛ぶと、街の外なんだよね。で、ちょっとずつ中になって、負けたみたいな感じになっちゃうんで、報告あってから5、6分経ったかな。もしかしたらもう街の中に来てるのかもしれない。まだか。プロジェラ。終わった？
インセチュートっぽかったな。なんかめっちゃ多いぞ。なんでバトシーラーみたいなやつが来てんだ。ちょっと待てよ。防衛が結構大変だな。こう。ケイ。任した。大量じゃ。プロジェナーやばい。ごめん。やばい。プロジェナーって名前ありのやつだから。入植者はいいんだよね。わお。ゴー。現れた謎の男。全然当たってねえんじゃない。まだ終わってねえよ。逃がすな。フュージョンセル多かったな。プロジェナーが死んじゃったってことで、もしかしたらどっかがその供給ルートがなくなってる可能性が。なくなりましたね。こことのつながりがなくなりました。だから今からちょっとオバーランド駅の人をハングマンズアリに飛ばしたいと思います。あー、プロジェナー、ごめんな。間違えて撃っちゃった。すみません。奴らを撃退するのを手伝ってくれてありがとう。いや。助けることができて何よりだ。あんたの登場のタイミングは見事だった。来てくれなきゃ。Yeah.俺たちもどうなっていたか分かったもんじゃないな。とにかく助けてくれて感謝してるよ。持ち物を交換しよう。いいぞ。よし。ですね。これをあなたにあげよう。で、50か。50の弾を。少なめでいいんだよね。10ぐらい。10ぐらい上げて、あと、コーサーの。
コーサーと間違えられて殺されないようにね。で、あなたを送りたいと思います。ハングマンズ・アリーへ。お願いします。まあいいよね。あなたは何？物を交換してもいいかな。分かった。いらないね。うん、特にはここにはショップがないのか。せっかくだからちょっとショップ作ってやるか。範囲内で向こうからまた補給の人来たね。じゃあここにトレーダーのお店をちょっとポンと置いて、誰か あなたこっち来て。OK? きた？オッケーなのかな。あと、飲食バーを適当にこの辺にちょっと作って、あなたをここに配置して、いいのかな。まだついてねえぞ、攻撃とかが。違う、あなた、オッケー、来てくれないんだけどさ。まあ、ここで時間使ってられない。とりあえずパワーアーマー置いて、ロケットステーション一人増えてるな。うん、フォールアウトニューベガスでは毒針とか結構多かったんで、傘ドレスか、だから毒消しとか結構持ってたんだけど、4ではあんまりまだ戦ったことないのかな。毒ダメとかで死ぬってことまだないですしね。ダンス、どこ行くのダンス。いいよ。取引、何を獲得したのか見せてもらおうか。うん、さっきの預けてたの一通り欲しいんです。とお、ジャスト360。
ッケー。これが重いんだよね。オッケー。この辺もね、ステルスボーイも1個あればいいし、ドッグフードいらない。うわ、いっぱい取ったな。この辺も。ああ、これこれこれ。これもらったんだ。1個置いとくか。あ、入れちゃった。まあいいや。まあいいや。まあいいや。オッケー。で、ないね。フラグ地雷。よし。脱ぎます。フュージョンコア抜きます。あーもう11か。よいしょ。殺される危険はいつもある。でもごめんね。ちょっとグッドネイバーに寄っていくわ。ちょっとアイテム売りたい。フュージョンコアもゼロになる前にちょっと裏返ってね。到着。くれよ。嬉しいな。武器の在庫をたくさん持ってる女の子。そうだ。ざっと見る時間はある。どんな状況にも対応できる銃だよ。はい。ですね。フラグ地雷。武器はないのかな、なんかいいの。ああ、ちょっとアサルトライフルが欲しいんだよな。弾も結構余ってきてるからね。よし。え、今売った？ここで見てる武器が生と死を分け。ああ。品物を見せてほしい。どんな状況？フラグ地雷。水。地味に溜まってるからね。オッケー。助かったよ。じゃあこのままグッドネイバーじゃなくてレールロード本部にパムに報告しましょう。よし。どうした？よう、あんた。ランドルフの隠れ方はスイッチボード以来音信不通だった。でも今は受け渡し場所の一つを特定した。デズはその場所を確かめてほしいらしい。ほう。ランドルフって一体何なんだ？さっきの争いでランドルフのことを知ってたやつはみんな死んでしまったんだ。その受け渡し場所は連絡を再開できる貴重なチャンスなんだ。お前の仕事だ。受け渡し場所を確かめるのはあんたの仕事だろう。インスティチュートの罠があるかもしれないなら難しいな。受け渡し場所の件に対処したら出ずに報告してくれ。
ドラムボーイ。デイトンを見つける前にコーサーを殺した。今回は少なくともあなたとグローリーは同じ仕事に任命された。知識の区画化には代償が必要なのね。ここでは常に見張られていると思うこと。まあ報告しましょう。人造人間が連邦から逃げたらインスティチュートよりもウェイストランド人。ドラムボーイ、パム、なんでその隅っこにいるの。パムちゃん、再発分析を始めます。交差を排除した。任務の結果は正確に予測されていました。警告、さらにコーサーが発見される可能性は非常に高いです。サービスの提供に見合う報酬を。何今いくらもらったか分かんなかったよ。パム、全てのプロセスがビジー状態。まあちょっと時間くださいってことね。次このクエストやってこれ行こうかな。どこだよ。じゃん。遠いとこだな。レイダーとかすっごい多いんだよね。でここのとこにクエストが1個あったんだけど、依頼人が死んじゃって報告も何もできないって感じなんですよね。はい、まあじゃあそんな感じで今回はこの辺で終わりにしたいと思います。お疲れ様でした。ありがとうございました。